渋谷駅前のここはねスクランブル交差点、もうものすごいね、人が、原爆なくせ原発ね10万人集会に、ほら日本中からだよね、神戸の、医療生活協同組合というね上り立ってた人、その後ろは長田区っていうからね、あれも、神戸ですね。さっきもずんぼんぼんぼん、これからねまだ会場までずっと行って、で、800メートルから1キロぐらいあるんだけど、ほらこんだけの人数だ。それでね、さっき電車の中にも大勢いた、それから今東横線で来たんだけど、改札出た時も大勢いた。これじゃもう10万人なんていう人数じゃないな、これは。はい、じゃあ続きはね、会場に行ってやりましょう。はいね、はい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 、すごいやこりゃね、盛り上がってます。おとといの夜、永田町にいました。そう、夜でした。今日はさんさんと太陽の下で小室さんに声をかけられて、小室さんという歌い手は、歌い手の中ではチェルノブイリを知っている唯一の人です。チェルノブイリに通った人です。そういう人の歌は信用します。でそういう人の歌でオープニングもなかなかの持った時に、新型爆弾が広島長崎に落ちてという世代です。新型爆弾、それは終わってから新型爆弾が実は原子爆弾だっていうことになって、その原子爆弾の平和利用が原発っていうふうにつながってきているわけです。でもあの僕たちが新型爆弾が原子だっていうのを知る理由っていうのは、あの手塚治虫さんの鉄腕アトムです。つまりアトムなんですね。でアトムは一番小さなものという意味で、一番小さなアトムの中に中性子や陽子や電子が入ってるのは本当はおかしいんです。だから そこから勉強し直さないといけないねっていうことで、千夏さんと意見がありました。今日は時間がないので瀬高さんにバトンタッチします。こんにちは。一言だけ、憎たらしい奴の名前を連呼して終わりたいと思います。野田土壌はもちろんですけれども、今現在原子力委員長の近藤俊介、原子力安全委員会の委員長まだらめ春樹がその職にあるということが、私は皆さんと共に許せない。まず野田土壌は少なくともこの2人をクビにして本気の度合いを示さなきゃなんないというふうに思います。以上、ありがとうございました。佐高誠さん、そして永六輔さんでした。佐高さん、ありがとうございます。口が回らなくなってね、濃厚そうだけど、本当今日はね梅津さんに気合が入ってた、声をかけました、ちょっと手伝いに来てくださいと。いよいよ梅津勝徳さんです。そして梅津さんが、梅津さんとがやっている、コマッチャクレズマのバンドの皆さんに声をかけてくださって、全員来てくださいました。コマッチャクレズマの皆さんです。ではさっさといきます。梅津勝徳さんのメロディーに中原中也が詩を作りました。月夜の浜辺というのをやってみます。月夜の晩にボタンが一つ、波打ち際に落ちていた。それを拾って役立てようと僕は思ったわけでもないが、なぜだかそれを捨てるに忍びず、僕はそれを誘い入れた。はい、ね、向こうがメインスタジオです。メインステージです。で今ね、小室さんのライブと A さんのスピーチがあって、これが裏側ね、この上りがあって、後にね各方面に分かれてデモ行進をするというので、まあ、会場に入らずに、
見ることができます。熱海の辺りは、ここは栃木県、ね、それから、向こうは、ね、長野っていうのがあります。それからこれは福島、ね、福島中央医療生活協同組合とか、それから、あれだ、ね、共産党だけど河南地区委員会とかね、全部日本中から集まってる、墨田区のね、あれとか、かわいいと思うんでしょう。ここはちょっと日陰がある、ね、欅の木の下というので、大勢の人が。で、結構風があってね、風はひんやりしてます。というのは、すぐ向こう側が明治神宮、それから向こうの芝生、それから池があったり、向こうから風が渡ってくると、ちょっとひんやりしてますが、まだまだこれからね、お、はい、またステージの方で始まりました。はい、それからアンキューさんも今こっちへ向かってるということで、アンキューさんが来たらね、前の区議会議員の僕の無所属仲間です。で、今半原発の運動を福井でやったり柏崎でやったり、福井は彼女の出身地、柏崎が今住んでるところというので今向かってるというので、来たらインタビューします。はい、はい、メイン会場の横側、横だけどすごいでしょ、これザとね、左右両側に、なんでここが多いかというと、ちょうどここは木陰になってるから、結構風があって涼しいもの、ほら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 、じゃあこのまま進みましょう、左右やって、すごいね、ということは、この左側がメインの会場で、ほら、ちょっとカメラを左に返してもらうと、あのメインステージのところとかね、ほら、外に溢れちゃって、こんなにですよ、人が、人、ね、10万人、ね。集会って言ってるけど、これ10万人じゃ聞かないでしょ、これだけだから。ずーっと見て、ほら、これ向こう、僕らが来た、ね、渋谷で、左すぐ行ったらば、あれです、原宿の駅、それでこの向こうが代々木の、体育館というので、ほら、この中、この中からよく覗けるでしょ、すごいや、こりゃね、はい、うらららら、土煙が上がってるけれども、はい、そういうことでね。で、先ほど、ね、あの経済評論家の佐藤誠さんが、ね、土壌内閣と、ね、いうことでその批判でもやってました。だけれどもその、あれだ、土壌こと、ね、総理の野田はあれですよね、僕 の、 その調査もやらないでその原発を再稼働を始めたということで批判が強まっているというので、ご存知ね、小沢一郎は新党を立ち上げた、反原発反増税ということで、だからそれは政治評論家の人なんかね、あれですよ、あの 80% 以上が支持しないと言っている、支持してるというのはせいぜい 10%、 13% か 15% だと言ったら、だから昨日のテレビではね、あれですよ、もっともなこと言ってましたよ、あれ一昨日か、ね、河野洋平さんが、ね、そうじゃないとね、だって他の規制政党、民主党だって自民党だって、支持しているのはせいぜい 10% 台だろうと、それで野田内閣、土壌内閣に至っては 80% の以上の人がこれダメだと言ってんだから、ね、小沢新党とさして変わりがないじゃないかという、それはそ当然そうです、ね、それで生活が第一と、生活がだ、ね、国民の生活勝が第一というのを党の名前にした、それは小沢一郎が民主党の代表で政権交代の選挙を戦った時のスローガンだった、それを持ってかれちゃったんで、ね、野田民主党の方は今度それを言えなくなっちゃった、ね、どうするかって、この間記者会見の時なんか早速それの後ろ側に書いてあったのが国民の生活が第一と、それ取っ払っちゃったさ、ね、ただ民主党の旗だけでやったけど、まあ、見てる方すりゃざまみろと、ね、小沢一郎のやり方にはいろいろ賛否がある、僕も、ね、好きな政治家じゃないですよ、だけど総動士としたらそれは面白い、で今回のあれです、小沢一郎が掲げている消費税の、それは反対だと、ね、だって小沢一郎は昔賛成したんじゃないかっていう論もあるけど、それは時期の問題があるよ、今こんな時にさやろうなんていうのは間抜けやろうと、とんでもないよそんなものはね、ということで、まだまだこれね、今日のこのね、10万人集会もう10万人超えてると、当然思われますが、まだね、また続きを見てやりましょう。に参加しました。そして本当に生まれて初めての経験をしました。
6万人を超える市民が集まりました。しかしそれは群衆という印象ではなかった。一人一人注意深い市民たちが個人の意思によってここに集まって集会を開いているということがしみじみ分かりました。その印に今日もあの時のようにいらしていられる方は思い出してくださると思いますが、一人の女性が東北からやってこられた方が静かな確かな声でお安心になりました。その言葉は私たちの胸にと言いますか、魂にと言いますか、そこにしっかり染み込みました。私は最後なら原発の運動は勝つと思いました。そして私は750万を超える署名を持って首相官邸に行く、そのグループにも連れて行ってもらいました。そこで私たちは官房長官に750万の署名をお渡ししたんですが、それに対する官房長官の答えは首相の言うことを聞いてくださいということでした。そして翌週私は首相のその首相の大井原発を再開すると再稼働するという決意をしたという声明を聞くことになりました。そして現に大井原発は再稼働され続けています。私は正直落ち込んでしまいました。そして小説家ですから自分の一生を尊敬してきた作家の仕事を読んでいました。皆さんは中野重治という作家をご存知でしょうが、私たちの父親の世代と私たちの世代で最も大きい作家で最も優れた人間が誰だと言えば、それが中野重治さんです。私は彼の練習を読みながら、今私が77歳なんですが、その年齢で中野さんが亡くなられたということを思いました。彼は一生実に多くの仕事をされた方であります。その中野さんの初期の作品に春先の風という短編があります。それは戦前の民主主義というものは欠片もない時代の小説です。若い作家が中尾さんがモデルですが勇敢な働きをしています。そして彼は逮捕されました。中尾さんが逮捕されると同時に奥さんも留置場に入れられました。そして生まれて8ヶ月の赤ん坊もそこへ連れて行くほかないんです。一人の最後の作家としてずっと活動してきた貧しいうちです。誰も子供を見てくれるって人は見つからないわけなんです。そこで奥様は赤ん坊も一緒に韓国に入りました。そこを、保護官というんですが、それは女子供を監獄に入れて保護するという意味の場所です。冬の盛りで非常に寒くて赤ん坊は病気になりました。そして彼女は死にました。冬の盛りずっと監獄にいる夫に向かって作家に向かってその奥さんは一人家に閉じこもって手紙を書きます。その奥さんの手紙を書くところを引用します。もはや春風であった、
それは連日連夜大東京の空へ砂とバイエントを巻き上げた。風の音の中で母親は死んだ赤ん坊のことを考えた。母親は手紙の最後の行を書いた。私らは侮辱の中で生きています。それから母親は眠った。何よりこの母親の言葉が私を打ちますのは、原発大事故のなお続く中で大飯原発を再稼働させた、さらに再稼働を広げていこうとしている政府に、私らは今自分が侮辱されていると感じるからであります。私らは侮辱の中に生きています。そして今まさにその思いを抱いてここに集まっているわけであります。私らもう十数万人に上る私たちは侮辱の中で生きていこうかないのか、あるいはもっと悪く次の原発の大爆発によって侮辱の中で死ぬほうがないのか、そういうことがあってはならない。それはその体制は打ち破らなければならないと私も思います。そして私たちは政府の目論みを打ち倒さなければならない。そしてそれは確実に打ち倒しうるし、我々は原発の恐怖と侮辱というものの外に出て自由に生きていくことができるであろう、そのことを私は今皆さんのお前にして心から信じます。しっかりやり続けましょう。作家の落合恵子さんのご挨拶よろしくお願いいたします。こんにちは、落合恵子です。声は後ろの方まで届いていますか？すいません、後ろ大丈夫ですね。よろしくお願いします。どのくらいいるのか正直分かりませんが、10万人は超えるでしょう。明日の警察発表が楽しみです。また1万5000人と書いてくださるのではないでしょうか。それにしても何という政治であり政権でしょうか。コンクリートから人へと言った人たちが命より原発を選んでしまったのです。私たちの怒り、今外は33度と言ってますが冗談じゃありません、100度超えています。私たちは命への、暮らしへのこの重大なる犯罪と侵略行為の共犯者になることはできません。私たちは二度と加害者にも被害者にもなりません。そのことを約束するために今日ここに集まっています。自らの存在にかけて戦うことをやめません。戦うことを人間の誇りにしていきましょう。そんな、はい、どうも、はい、暑いところ、どうも暑いところ、ご苦労様、ご苦労さんです。今、はい、公家七さんといえば、そうだね、はい、大学の同級生ですが、あ、そうでした、はい、今、壇上でスピーチしてましたね。そうですね、彼はね、暗い青年ですからね、はい、でもね、砂川に一緒にね、行ってデモをしたりね、恵比寿の駅頭でストックホルムアピールやって逮捕されそうになったりね、そういう懐かしい思い出がやっぱり彼をここへ突き動かしたんだと思いますね、はいはいはい、それでこのうまいです演説が、はい、反原発のこの運動は、はい、私は勝つと思うという、そうだね、言い方をしてます。彼は僕が
50年で、安保条約がなくなるって講演したら彼は25年でなくなるって言って両方とも先生方はどういう根拠がありますかって言って、何の根拠もないとだけど25年の間で終わらなければ、はい、私たちが死んじゃうんだから、勝つも負けるもないと応援もそういう思いだと思うよ。50年でもし原発を止めることができなければ応援も応援の子もみんな死んじゃうんだから、という半分半分やけのヤンパチですね、はい、それから、あと、あの土壌野田政権が、まあ、大家さんは土壌とは言いませんが、あの原発再稼働したのは、うん、国民は政府に侮辱されたことだと、そうだね、はい、それはねやっぱり大江君独特の、はい、うん、やはり政府よりも自ら方が立つという強い力があるから、やっぱり彼が怒ってるのはその自分たちが侮辱されたっていうことは彼はないんじゃないか、ノーベル賞だから俺たちいつでも侮辱されてるからさまたがこの野郎って ものですが、はい、それはやっぱり彼の持ってるディグニティとか、リーセンシー、人間らしさって英語使うんだけど、それが彼を犯してるってことはよく分かったね、うん、それは見事なもんですけどね、はい、これは本当にすごい人ですね。あのね、すごい人で一番まあ僕なんかは、ちょうど今から30年、40年前、70年安保、はいはい、その時には5万人が、集まってね、ここの大宵公園から歩き出した、で僕がデモ式っていうんで、しかしデモ式だってこんなにいれば式なんかできない、ベヘレンのフランスデモっていうのが、その時でしたね、で一番最初はフランスデモが行く、後ろの方になると角丸は来る、中核は来るわ、なんだか分からないのも来るわ、ね、あのヘルメットで、僕らはそれでも全部が一つの意見だと思ったの、ところがやっぱりそれに対してあれはその民衆の統一を覆すもんだとか過激派だとか言うから、我々30年間耐え忍んだんだ、そんなこと言っちゃダメなんですよ、いろんな意見がここにあって、むしろ破壊しようとする人だってそれを押し進むぐらいの努力がないといけない、で今回は破壊する人もいないけど、これだけの人がいるから、はい、一番なんですが、これ一番の問題はね2つ、大江君は、はい、政府に侮辱された、僕は敵はねメディアだね、あなたがここにいるのもそうだけど、つまりあの金曜日行ったんでしょ、行きました、あの金曜日に、今まで全く朝日も NHK もやらないんですよ、それはなぜかっていうと、僕は今日のラジオで言ったんだけど、まあ、彼らはその記者クラブでがんじがらめだから、政府が発表したり企画したものしかニュースじゃないと思ってだろ、はい、だからこういうものになっちゃうと、だから僕はその メディアに対する素晴らしい、今日はそうですね、これが集まっちゃってくださる、そうするとヘリコプターだから急に集まればヘリコプターが来るのかこの野郎って気持ちでアメリカの有名な我々と一緒にやってチョムスキーっていう人がね、はい、言語学者、やっぱりこうそう言語学者とこういう会に来て、でもメディアをあなた信用できますかって、そしたらチョムスキーはあなたね、はい、政府とメディアと、まあ、電力会社とか企業は、みんな企業金儲けのためなんだから、これは一緒なんだから信用できるわけないじゃないか、分かりやすくていい、そう、分かる、そんなものを信用するな、だから僕はつまりああこれが明日の新聞にどのように出たか、明後日の新聞にどのように出たかって思うのは分かるけど、それはやっぱりまだメディアを信頼しすぎてる、メディアが我々を取材するべきなんだって取材してもらうわけじゃないの、これはね、はい、メディアってはメディアですけど、僕の、ブログがあって、そうですね、全部フォーマットをここにやってくれてる、うん、加藤さんっていう、はいはい、僕の知恵袋全部それで今このビデオで撮ってくれて、これを、今日か明日 YouTube で、だからこれがそれを見れば、いや須藤じゃ言うこと聞けないってやつもいるよ、だけど、まあ、聞いてみようっていう人も半分いたら大成功ですよ ね、はい、うん、だからそういう意味では新しい、まあ、命を守るっていうけど、俺はメディアを攻撃する第一歩だと思っていい気持ちだね、どうも、はい、どうも、炎天下、いいね、ありがとうございます、頑張ってください、は
はい、今ね、時間は2時10分前です。でまだメインステージでは演説の最後の方が続いてますけれども、各方面に分かれてご覧のようにね、デモの行進が始まりました。すごい人数でしょうこれね、そこにもほら親子連れの小学校の1年生ぐらいのお嬢さん、もっとちっちゃい幼稚園入ったか入んないかの小さいお子さん連れのお母さんね、ご覧のようなさよなら原発1000万人の、アクションで、今日は10万人集会と言ってましたが、さっきね途中経過ですで、に17万人集まったと言ってますが、これもう場合によってはもっと、この間のね首相官邸の金曜日の、先々週の時は20万人で、じゃあ15万人って言ったんだけど、先週も15万人だけど、全然これと僕も覗きに行ったけどもあれが違うから、これはもう大変なやつです。でちょっとねここだと両側に欅並木、日課 NHK、涼しい風が吹いてます。でこれは、渋谷方面とかね新宿方面とか分かれて、これがウォークデモ行進が始まります。はい、暑いから気をつけましょう。はい、どうもどうも。